県最新不動産情報。はい、やってまいりました。ベトナム住みます芸人 W 社シェーンソーケーです。さあ、本日は最新不動産情報、こちらに来てます。ルミエールさんですよ。マジで真の最新の真の真の真だからね。もうめちゃめちゃ最近できたやつ、ゲストにも来ていただいております。歌手のゆあさんです。どうぞ。しんちゃん、ありがとうございます。はい、ハローアジアチャンネルでもね、一緒に見ていくんですが、いいですか。はい、こちらのチャンネルでも一緒に見ていきますんで、よろしくよろしくお願いします。はい、じゃあ見に行ってみましょう。レッツゴー、レッツゴー。すごいな。こちらの部屋でございます。お邪魔します。新しい匂いがする。しますね。する。これは？ここ行ってみます？え、だってさ、はい、玄関の横なんだろう。玄関の横に何があるのか。何？あ、バイミン屋さんです。一つください。急に一本、急に一本バイミン来るの。気になった方は岩さんのチャンネルの方に見てみてください。一本バイミンやばかった。はい、あ、トイレとあのバスルームですね、シャワールーム。あ、綺麗、はい、どうぞどうぞ。とっても綺麗ですね。うわ、でも1個、うわ、またちょっと欠点見つけちゃった。なんすか、なんすか。これ引きじゃないドア。あー、なるほどね。だってさ、トイレ行くのにさ、これ確かに、これちょっとこう、確かにね、こういうところがやっぱ日本と海外って、日本ってそういうとこ考えられてますよね。めちゃくちゃ考えてますね、ですよね。確かに。なんか海外来ると結構ホテルとかでも多いんですよ、はい、ここは引くだろうみたいな。なるほど。いや、めっちゃちゃんと気づきますね。もう気づかなくなってるもん。だから私ここのコンサルしたい。このままもうちょっとここ変えてみたいな。これですね、はい、あ、なんか理由がある。明確な理由がありまして、あ、そうなん。例えば客の場合ですね、はい、ここに物が落ちたりした場合、扉が開かなくなっちゃうんですよ。で、閉じ込められちゃいますよね。はい、なので、それ防止なんだ。こういう設定にしてます、ね、ちゃんとそういう基準があるんですね。なんかそういう防災みたいな、ね、日本も、まあ、そうですよ。日本でも多分同じようにしてると思います。そうなんです。なんかただデシャバってなんか。でもこっちの方が良くないですか。はい、まあ、言ってることは分かります。横スライドが一番いいですよ。確かに、確かにね。なんでしなかった。もうコンサル失格ですよ。コンサルもダメ。ダメか。で、あれですよ、ここ珍しいというか、うん、ちゃんと洗浄機がついてるんですね。そうなんです。洗浄機もついてるから、結構日本人の方は嬉しいと思いますよ。ほん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 。でもね、ここも広めで。はい、広めですよ。で、シャワールームが。そう、これも純粋な質問いいですか。はい、このシャワーの、はい、この、なんていうんですか、頭から降ってくるやつ、うん、はい、これとこの手持ちのシャワーは、はい、何が違うんですか、杉本さん。はい、日本人はこっちで浴びれるんじゃないですか。はい、で、背の高い人とかこっち使うんじゃないですか。はい、明確な理由です。はい、全然私納得してない。だからあれですよ、前から水浴びたいか上から浴びたいか。え、それの差だけのためにこれがついてるんですか。だって手で持ちたくないでしょ、これを。じゃあ逆にこれいらなくないですか。だって、ま、こうね、こう細かいところを洗うときにはやっぱ。じゃあこっちだけでよくないですか。いや、上から浴びたい。上から浴びたいのよ。そうなの。これで、そう、うん、これで、はい、歌いますか。歌いますか。歌いますね。これで、なんていうか、真上からはできないじゃん。できるじゃないですか、ほら。で、ほら、手を塞がってるから、これで洗えないですよ。え、ほら、真上から浴びて、洗ったりしたい時に両手で洗いたい。そう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 。おお。だって、ふんふんふんってこう、やるでしょ。え、これ、家にあります？このこれ。うちはない。うちもないです。あ、ないんだ。で、こんだけ洗いたいとか言っといて、ないんだ。でも僕、前住んでた家はあって、正直こっちしか使ってないです。あー、なるほどね。でホテルも結構これついてるパターン多いですよ。多いですよね。はい、多いそうです。だ、髪の毛洗うときはやっぱこっちの方が正直いいです。便利ですか。で、体洗うとき、前からにしてます。あ、まあ確かにね。まあこれ背中とかね、そういう。そうね、なるほどね。確かに。
こんな議論になるとは思わなかった。これで確かにあんまり人のお風呂入ってるとこって見ることないじゃないですか。確かに、まあ、私変なんだってことに気づけてよかったです。いや変かどうか思ったけど答えないです。そう答えないですね。両手で行くんだみんなっていう。両手、でも面白い、こういうのがあるんだ。そうですね、こういうついて、いいですね。でもちょっと浴びてみたいな、これで。浴びれます、杉本さん。あんまりやっちゃいます。結構リビングとかも黒基調してなんかシックな感じですね、うんうん、確かに。なんかシンプルでちょっと大人っぽい、うん、大人っぽいね、大理石な感じの、はい、雰囲気ね、感じ、はい、ちょっと大人っぽい感じがあって、はいはい、あって、あ、またまたこれですよ。そうですよ、ボッシュかな。ボッシュってでも有名なウォークメーカーですね。綺麗、うん、ですよ。レンジもついて、でここは炊飯器もついてますね。あ、本当だ、はい。ちょっといいね、なんかこれでグラタン焼けたよみたいな。いや、そうですよ、やりたい。いや、でかいっすね。ケーキとかね、焼けちゃいますね。三口コンロですね、ここは。IH の、はい、基本 IH なんですよ、ベトナム。結構ガスコンロ少なくて、うーん、はい、2つシンクが、はい、2つシンクあって、広いですよね、だから。そうですね、超調理がここでもできるし、うん、ここでもできるし、最悪こことか、何、ダイニングが近いから、うん、ちょっとここに置いといたりとか。確かに、できたものもすぐこっちにこう、そうっすね、持っていけるっていうのがすごくいいなって、はい、思いますね、はい、収納も。いや、たくさんありますよ、うんうんうん、でこの部屋の作りでいうとワンベッドなんですよ。あ、そうなんですね。ワンベッドなんで40平米ぐらいみたいですね、うん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 、ここは。じゃ一応一人暮らしの見越してる、見越しての部屋ですかね、はい、へえ。ソファーも柔らかさチェック、はい、そっか、家具付きですもんね。いや、そうっすよ、ソファーもついてます。これもだから誰も使ってないですから、まだ。あ、私初座り、初座り、初座りですよ。初座り、そうですよ。いや、ここも眺めがいいわ。いや、いいっすよね。すごい。さっき言ってたあれですよね、はい、ショッピングモールが。あ、そうですね。もう目の前にありますから。もう目の前で。はい。もう何人ぐらい入ってるかなっていうの見れますよね。すごい。混んでないなっつって思ったらすぐ行けばいい。はい、ここで混んでるかチェックを。ね、これプール最高ですね。これマジで最高。広くない？バーベキューもできます。え、ここで？はい。え、嘘でしょ。これマジでいいっすわ。いや、嘘のような本当の話なんですよ。そう。私バーベキューできるのめっちゃポイント高いです。うわ、やっぱ岩さんっぽいなんか。私毎週バーベキュー。もう顔に書いてありますもん。BBQ って。BBQ。はい。だからしかもプールでできるってことは、子供たちプールで遊ばせて、そう大人たちはね、焼いて食べて、もうお腹空いたら食べに。そうです。最高じゃん。じゃあベッドルームの方に行ってみましょう。はい、ワンベッドルームね、こんな感じでございます。結構広めね。ワンベッドルーム広いっすね。マットレスがまだもうめちゃめちゃ新品、誰も使ってない。そうっすよ、結構マットレス重要ですよ。うん、私うるさいですよ、マットレスに。マットレス状況に、マットレスは結構いいやつを買いましたね。ちゃんと置いてないと、うん、やっぱ寝てる時間長いですから。確かにね。でもすごいしっかりしてる、ね、人生の半分は寝てますからね。そうですよ。いや、そう。え、でもそうじゃないですか。ほら、そう。でもよく考えたら24時間あ、ごめん、嘘だ嘘だ。半分は嘘だ。やばいっす。ここがだ収納ですね、ほら。あ、ここもだからライティングありの、ライトが。ライトにうるさい。やっぱライト大事ですから。重要ですか。そうですよ。あ、本当ですか。そう、いいですね。こっちもね、収納もありますし、ここも。でも一人暮らしだったらすごくちょうどいい、うん、ちょうどいいっすよね。ちょうどいい感じかも、うん、なんか広すぎるのも結構掃除とか大変じゃないですか、うん、確かに。でもベトナムはちなみにすごい安い金額でお掃除の方を呼べます。そう。え、ちなみにいくらぐらいって、え、それは部屋の広さによって違うんですか、それとも場所とか。時間っすね。時間1時間いくらみたいな。だいたいそう、まあ、月契約もあるんですけど、うんうん、僕が知ってるアプリで呼ぶやつだと1時間300円とか。あ、じゃあ呼んでらっしゃるんですか。あ、僕は呼んでないですけど、でも、まあ、僕の家はもうそもそもついてます。ついてる、はい、そう、サービスアパートメントって言われてるところはついてるんですよ。え、毎日やってくれるんですか。僕のところは週に3回です。すごい。え、何してくれるんですか、掃除って。あ、普通にはもう掃除、拭き掃除と掃除と、はい、でトイレ、お風呂掃除で、洗濯とかもやってくれるサービスもありますよ、はい。もうだから一人で暮らしてるサービスアパートが結構便利です。最高で、こういう部屋にもサービスつけることできますもんね、はい、プラスでいくらみたいな感じで住みたい。で、
そこに洗濯機がまたありました。そうですね、外にあることが多いですか。そまあまあそうですね、中には確かにこの感じで置いてることはないっすね。あ、そうなんだ。まあ、たまにありますよ ね, すね、たまに中はあるんですけど、はい、洗濯機って結構うるさいじゃないですか、ガタ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 家の中にあると、はいはいはい、確かに だからこの外にあるとなんか音とかも気にならなそうで、そう、ね、いいなって思いますけどね。でそのままここに干せる、動線がこのまますぐだから、うん、これは折りたたみ式で、だから開いたらかけるってことですね。いいな。あ、いいですね、いいですね、はい、プール見ましたがどうですか。すごい、いや、もうすごい、これやばいっすね、マジで最高。今入りたい、入りたい、今入りたい、この暑さでね。うん、8階だからね、人の目も気にならないですもんね。いや、うん、しかも地上歩いてる人の、今日プール入りたいなって思って、はい、1分とかで来れちゃう、はい、それこそ本当ファミリー、はい、子供とかいたら最高だし、本当バーベキューできるのも最高だし、ね、バーベキューできますし、でジムもありましたしね、あそこに。ハモらんでやるの。え、歌手だから我々歌手、我々って言うなよ。すごい気持ち悪い和音でしたね。家賃当てたら建てたで借り入れますよね。もちろんです。もちろんです。めちゃくちゃ笑顔で撮ってほしい、はい、めちゃくちゃ笑顔なんですけど。めっちゃ笑ってる。ワンベッドルーム当たるわけねえって顔してますよ。さっきよりベッドルームは1個なくなっていて、はい、そう、エリア的にもちょっと中心部からは、はい、ちょっと離れてるんですよね。そうです。なんかもうはいはい、はい、プロっすね。そうですよ、もう読んでます。私働けます、はい、ここ、はい、働きます、はい、じゃあ20万円、19万8000円いやいや、電化製品じゃないか。1300ドル1300ドルじゃあ。いや、僕はねびっくりしたんですよ。だってワンベッドっすよ。だってワンベッド、はい、僕1150。いや、新築ってやっぱでかい気がします。でかいですよね。そう、いや、1200、はい、マジで当てに行ってます、僕も。いや、当てに行くゲームなのよ。え、そうですよね、だってもらえるんでしょ、はい、そう。いや、もらえる、くれる、くれる、もらえるってくれる、言ったもん。くれますよね、くれますよね。1ヶ月ね。いや、1ヶ月とか1ヶ月、え、1年ちょちょ、そうそう、ちょちょ、じゃなんかそっちに得しかないやん。え、だって、え、そりゃ、うん、そうでしょ。そう、わざわざ見に来てんだから、こっちは。そりゃそう、ね、ね、わざわざ見に来てんだから。リスク高すぎだろ、そっち。確かに、リスクは何もない。リスクは何も、確かに、何も取ってません。はい、じゃあ、いきます。1300の1200ね。はい。では、正解をお願いします。お願いします。正解は、900ドル。へぇー、少ないですか。え、いくら、円で言うと、円で言うと900ドルって今13万5000円。13万5000円、はい、え、本当でやってます。いや、ここで嘘ついてもね、うん、いや、これはマジで安いと思います。え、本当に安い、信じられない、まあ、1階とかがね、まだ飲食店とか入ってないんで、はい、これからだとは思うんですけど、そのスーパーとか、まあでも、まあ遠くないもんね、徒歩10分ぐらいから、うん、え、でもあのショッピングモールにスーパー入ってないんですか。あ、そうです、入ってますし、入ってますよね、そのこっち側 の, 橋、あの道渡らなくてもあるんですよ。あ、そっちのモールが、この、はい、裏側ですよね。そうです、ビンコンメガモールっていう、はい、え、そこにもスーパーあるんですか。ありますよね、もちろん。え、じゃあ全然、はい、全然歩いて行ける距離です。でこの辺はあのレストランとかも、うん、結構多い。めっちゃたくさんあります。この通りがレストラン通りです。ちょっとびっくり、衝撃です ね, ですね。これみんなベトナム来るべきじゃない、本当に。マジでも、はい、誰が最初に言ってんねんですよね。え、あなたどこに住んでんの、はい、って話じゃないですか。来たいよ、はい、住みます歌手になりましょう。住みます歌手ってあんの。そんなのあるんですか。名乗れば、はい、名乗ればなります。言ってしまえばね、はい、お仕事できるなら全然ありですよね。ですね、まあ、一緒にやりましょう、うん、いや、すごい楽しかったです。いや、本当に私も楽しかった。こんな海外で物件回れるなんて思ってなかったから。確かに。お二人と出会わなかったら私はこんな経験できなかったから、はい、あ、よかった、そんな言ってもらえて。あの、ベトナムもこれだけポテンシャルあるんだぞっていうのを見せれたんで、はい、あの、ぜひ皆さん見てる方もね、ベトナム移住考えてる方は、ね、うん、ぜひこれを参考にしてみてください、はい、いや、でも絶対もっともっと、はい、人気になってきますよね。ベトナムに住む人もっと増えそう。いや、増えそうですね。もっと発展していくと思うし。で、リアルにここ売買でもし購入したら、マジで1年後2年後結構ちゃんと上がってる可能性ありますよね。価値上がるでしょう。電車の駅が近くじゃないですか。そうだ。だから日本製の電車ですよ。そうです、はい、できるんですよね。 JICA さんとかいろいろ協力して日本と一緒に。これは楽しみですよ。ビワさんも
ね、ルミエール住みたいということで、はい、皆さんもぜひ気になった方はコメント欄の方にね、どこが良かったとか記入よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよならさよならってなんて言うんだっけ。タンビアン。タンビアン。まあ、ヘンガプライ。ヘンガプライ。ヘンガプライ。